秋も深まりもうすぐ10月。そして10月といえば卒業まで5ヶ月ですね。親方です。来年の各校テニス部がどんな感じになるか気になるわね。成長度す。というわけで今回は卒業シーズン直前というわけで、来年の各校テニス部の様子を改めて考察してみるのぜ。新部長は海道くん、新副部長は桃城くんが担当するのぜ。龍馬くんは海外行っちゃうのかしらね。アニメ版と旧テニでは海外にいたが、新テニではどうなるのか不明なのだぜ。まあとりあえず席は置いてるとして考えるのぜ。ピンチになったら飛んでくる感じね。さて、来年度の声楽テニス部は、海道新部長が率いるストイック派と、桃城新副部長率いる和気あいあい派、二つの派閥に分かれてしまってるのぜ。新しくレギュラージャージに袖を通しているのは荒井先輩だけなのね。そしてぶつかり合う海道一派と桃城一派を、中和させるような存在である勝尾一派も登場。前年度とは違い一枚岩ではないが、派閥同士での衝突が各々のレベルアップのきっかけになってるのであれば、これはこれで良いのではと思うのぜ。さてここからは主要メンバーを見ていくのぜ。丘の下。海道新部長と桃城新副部長は、前年度から最前線で活躍していた選手で、アンダーセブンティーン合宿の経験もある全国区の強者。新井先輩は現時点でレギュラー入りが確定している唯一の部員で、アニメ版の関東立海戦では試合に遅刻しそうな新部長新副部長に代わり、他の3年部員を差し置いて、タカさんとのダブルスで起用されたこともあるのぜ。レギュラー不在時にはでかい声出して部を引っ張ったりしてるわよ。そして1年トリオの堀尾くんは、テニス歴2年から3年へと進化。アニメでは若干ヒス持ちの勝郎くんは、父がプロ転向直前まで行ったコーチということで期待が大きく、ご存知勝尾くんは伝説のシェフとして新派閥を設立。これに加え1年の頃から練習で荒井先輩らについていけるほどのフィジカル。龍馬くんを除いた新2年生の中では、トップクラスの逸材なのぜ。なんか勝尾一派が犬井くんのポジションを担ってる感あるわね。せめてデータテニスだけは堀尾くんに分けてほしいのぜ。ちなみに昔のゲームでは堀尾くんがデータ担当を引き継いでたのぜ。なんかうんちくばっかで根拠のないアドバイスしそうね。さて新生成学テニス部のオーダーだが、おそらくダブルスは桃城新副部長と堀尾くん。そして荒井先輩と勝尾くんの2組、シングルス枠は海道新部長って感じになると思うのぜ。ダブルス2組は四天王寺との練習試合でも組んでたし妥当ね。あとはまあ海道新部長の弟などの新戦力に期待なのぜ。全国優勝した私立中学だし、全国各地から新戦力がボンボン集まってきそうね。おそらく大事な試合の時は龍馬くんが振ってくると思われるので、来年も全国までは安泰だと思われるのぜ。前年度は立花前部長以外全員2年生だったということもあり、全国大会を経験した状態で新年度の大会に挑戦できるのぜ。精神的余裕は桁違いね。新部長にはリーダーシップと落ち着きが評価された桜井くんが抜擢。そして新副部長は前年度と同様神尾くんが担当すると思われるのぜ。伊部くんと神尾新副部長は合宿経験もあるし、実力は全国区と言ってもいいわね。石田くんや森くん内村くんのダブルスもパワーアップしてるだろうし、これに加えて現時点ですでに新入部員が急増中、強力な新入生にも期待できるのぜ。なんかめちゃくちゃ安泰ね。公立校の意地を見せる時が来たのぜ。新部長には実力トップの藤井裕太くん、新副部長には金田一郎くんが抜擢されたのぜ。裕太くんは合宿経験があるから安泰だけども、団体戦として考えたら不安しかないわね。ルドルフは学校自体が新設校というのもあるし、スカウトで補強したとしても、という不安は拭いきれないのぜ。いっそのこと裕太くんが声楽に戻れば万事解決な気がするわよ。ちなみに水木くんのシナリオは、誰にも引き継がれず自然に衰退していくのぜ。でも当の本人は卒業後も小柔道のようにテニス部訪問してそうね。新部長には室町くんが、新副部長には北くんが就任するのぜ。戦力的には不安しかないわね。だが山吹中はダブルスの名門として名高い強豪校だし、顧問がめちゃ有能なので来年も全国に顔を出してると思うのぜ。元マネのダンキュンの進化にも期待大だわ。新部長にはご存知日吉くんが、そして新副部長には大鳥くんが就任。カバジくんは前年度から同様資料管理責任者となるのぜ。前年度からの経験もあり、選抜合宿にも参加していた選手が3人もいるのね。これは新年度の派遣確定だわ。ところがどっこい日吉新部長はシングルスワンを担当するだろうが、大鳥新副部長とカバジ君はなんと二人でダブルスを組むそうなのだぜ。なんでや、
カバジ君はシングルスしかないやろ。確かに日吉新部長とカバジ君をシングルスに、そして大鳥新副部長と厳準レギュラーの腕利きを組ませるのがベストな気もするが、215名の部員と新入生の中に残りの一生を任せられる人材がいれば、二人にダブルスをさせても問題はないだろうなのだぜ。アトベ様が卒業した後に果たして何人部に残るのかがポイントね。なんか15人くらいしか残らない気がするのぜ。ミーハーってそんなもんよ。前年度は全員2年でコーチはプロ選手。将来有望感はあるが合宿には誰一人呼ばれていないので。まあ不安しかないのぜ。レギュラーとかした新井先輩なら勝てそうね。新部長はおそらく葵くんが継続。新副部長はダビデくんが就任すると思われるのぜ。ダビデくんは合宿も経験してるし、次期エースとしての活躍が期待されるわね。現実問題合宿組と渡り合えるのがダビデくんしかいない状況だが、六角予備軍の加入とおじいの指導があれば問題はないかと思われるのぜ。古豪と呼ばれるだけあって来年も全国には顔を出しそうな感じね。新部長には荒垣くんが就任。そして他の部員らは来てくんら3年の引退と同時に、全員退部してしまったのぜ。絶望がお前のゴールだ。事実上のソロ活動となった荒垣新部長だが、個人戦で好成績を残し、それを見た後輩らが手のひら返して戻ってきたらしいのぜ。中学生という多感な時期にこれやられたら誰も信用できなくなるわよ。来年の日が中は個人戦に期待ね。新部長には財前くんが就任。新副部長は不明なのだぜ。エースはおなじみ西のスーパールーキー、金ちゃんね。一応二人とも合宿経験者であり、金ちゃんに関しては世界大会で高校生に勝利した実績もあるのぜ。ぶっちゃけ龍馬くんか赤谷くんレベルじゃないと太刀打ちできないわよ。この二人に関しては問題ないが、この二人以外が絶望的なのだぜ。四天王寺って名門なイメージがあるけど、もしかして下の代がそんなに育ってない感じなのかしら。というよりも全3年生が黄金世代すぎて、彼らが抜けた穴が大きすぎるのぜ。これはケツ穴確定な。白石くんら全3年世代は、原哲先輩世代の頃から、2年連続で全国大会まで駒を進めた団体戦の主要メンバーであり、テニス部には財前新部長が入部する直前まで新入部員がおらず、正真正銘廃部の危機に瀕していたほどの過疎っぷり。つまり財前新部長と金ちゃん以外のテニス部員は、テニスに若である可能性が高いのぜ。全3年世代マジで黄金世代すぎじゃねえの。こりゃ来年度の全国は厳しいかね。まあその辺は部員らの急成長と新入生にかけるしかないのぜ。ちなみに財前新部長はなんだかんだ言いつつおさむちゃんの指示をしっかりこなしており、金の相場チェックや肩もみなどの無駄な業務は全て削除しているのぜ。ちなみに白石くんの独守はもうないわけだけども、財前くんはどうやって金ちゃんを抑え込んでるのかしらね。呪いのチェーンメールでデジタルにコントロールしてるのぜ。令和って感じね。新部長は玉川くんが担当。赤谷くんは新副部長を任されることになるのぜ。温厚な性格と堅実なプレイで部をまとめる玉川新部長と、合宿経験もあり世界大会では全勝。もはや地球上の同学年に敵がいなくなるほどに成長した。王者立会の絶対的エース、桐原新副部長。この二人が王者立会の柱となり全国制覇を目指すのぜ。できればもう一人主戦力が欲しいわね。立会レベルのテニス部であれば一般部員にも期待できるし、実力のある新入生にも期待大なのぜ。ちなみにビッグ3は1年の頃からレギュラーとして活躍し全国大会を2連覇。そして二王くん文太くんジャッカルくんは、おそらく2年の頃からレギュラー入りを果たしているのぜ。アニメ版だと文太くんだけつい最近まで平部員だったと説明されていたわね。ちなみにヤグーくんはつい最近までゴルフ部だったが、ニオウくんの誘いに乗りテニス部へ加入し、瞬く間にレギュラー入りを果たしたバケモンなのぜ。アニオリのゴルフ部設定が OVA でちゃんと活かされてるのなんかじわじわくるわね。そして立会はビッグ3入学前でも関東大会14連覇するくらいなので、まだ見ぬ戦力が多数存在していると思われるのぜ。というわけで今回は各校の来年の様子について考察してみたのぜ。四天王寺と比嘉中の絶望感たるやって感じね。それだけ現3年が黄金世代すぎたってことなのぜ。てなわけで今回はこの辺で失礼するのぜ。この動画が面白かった人はチャンネル登録を頼むわよ。高評価もよろしくなのだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。